時にはテレビ、時にはラジオ、テレビとラジオのいいとこ取り、街とつながりみんなで作る情報バラエティテレラジ。皆さんこんにちは、森永真彩です。今千代田区岩本町に来ております。今回お届けするのは第85回岩本町東神田ファミリーバザールです。既製服問屋街発祥の地として知られている千代田区岩本町東神田で、紳士服、婦人服、日用品などを扱う卸売問屋が出店し、数万点の商品が購入できることをできるんですよね。日時は5月27日、28日の土曜、日曜、そして6月3日、4日の土曜、日曜、朝9時から17時まで開催されております。場所は都営地下鉄新宿線の岩本町駅 A4 出口からすぐです。昭和通りと清洲橋通りに挟まれたエリアですね。秋葉原駅からも徒歩10分かからないところにあります。40年以上の歴史ある既製服問屋街のセール、もうにぎわいを見せております。早速行ってみましょう。私も買い物したいです。テイラジャラ文鳥スタート。よし、どこから見に行こうかな。おー、ちょっと先の道が見えないぐらいお客様でにぎわってますね。いや、岩本町東神田ファミリーバザール、私ちょっと初参戦なので、どんなものが売ってるんだろう。あ、すごい、右側には靴がたくさん、革靴ですよね。え、革靴が1足5500円。安っ。え、2足だと1万円ですって。わー、安い。しかもなんかクレジットカードも使えるって書いてあったんですけど、こういうバザールでクレジットカード使えるのも嬉しいですよね。あ、バスタオルとかもありますし、バッグもたくさん売ってますよ。なんか仕事でも使えそうなバッグがたくさん。ちょっとこれとかおしゃれじゃない？めっちゃおしゃれ。かわいい。これね、男性用かもしれないですけど、これも9900円が5500円ですって。安っ。これプレゼントでも喜ばれそうですね。ちょっとまた後で戻ってきます。あ、ここにはかりんとう屋さんもありますね。今日結構暑いですから、お買い物しながらこう甘いものとかも食べたくなりますからね。楽しい。ここは100円ですって。ファンシーグッズ全品100円って書いてあります。あ、ピン、ヘアピンとかが売ってるんですかね。なるほど。あ、お洋服とかもたくさん売ってます。ちょっと待って、カメラさん、ちょっと見てください。これシャツ100円。100円やばくない？安すぎる。ちょっとこれ破格ですね。わー、かわいい。ちょっとこれ悩んじゃう。ママにお土産も買って帰ろうかな。あ、ちょっとこれも6足1100円ですって。6足でですよ。わあ、いいなあ。靴下、私すごいよく履くので。わあ、そう、私犬を飼ってるんですけど、靴下いつも食べられちゃってすぐダメになっちゃうので、こういうところで安くいっぱい買えるのは個人的に嬉しいですね。あ、ここもかわいい。白いお洋服がたくさん。これとかめっちゃかわいいですよね。3300円ですって。見えない。かわいい。テンションが上がります。まだまだ行きますよ。わあ、それにしてもお客様がたくさん。今日もね、いいお天気ですからね。絶好のファミリーバザール日和ですね。あ、手ぬぐいとかも売ってる。これから暑くなる時期とかもね、重宝しますから。わあ、いいなー。ちょっと何買おう。あ、こっちも洋服屋さん。いいな。どれ買うかすごい悩みますね。どうしよう。カットソーブラウス2000円ですって。わあ、安い。
ちなみにこちらの岩本町東神田ファミリーバザールは毎年春と秋の、ね、2回開催されているそうです。ちょっとどれにしよう悩む。いやでもお客さん本当多いですね。にぎわっております。あ、香水も売ってますね。こちら香水700円ですって。このファミリーバザール、いい商品が安く買えるということで大人気だそうで、埼玉県ですとか群馬県からもお客さんがたくさん訪れてるそうです。先ほど海外の方も見かけました。どうしよう。あ、ここのお洋服屋さんもちょっと見てみたい。こんにちは。わ、かわいい。ちょっとあの黄色いシャツすごいかわいいな。どうしよう。こんにちは、はい、少しお話を伺ってもいいですか。こんにちは。こちらのお店っていつ頃からこちらのファミリーバザールに出店されてるんですか。40年経ちますね。40年、はい、そんなに年がバレるほど、はい、この通り真っ白になりました。いや、でもすごいいいお天気で気持ちいいですよね。そうなんですよね。唯一の救いですよね。ありがとうございます。いや今回で85回目を迎えますけど、今年やっぱりお客さんのにぎわいとかどうですか。ちょっとコロナもね明けてきましたけど。そうですね、やっぱりかなり違いますね、この通りね。あ、そうですか、はいはい、なるほど、まあ、いろいろお安く出してますから、はい、あそこの黄色いシャツすごく気になるんですけど、あ、すいません、撮っていただいて。こちらはですね、はい、今日こういう、あ、生地すごいいい。こちらがね、5000円で大特価でございます。5000円、1万6800円プラス消費税の商品が1万8480円が5000円。ちょっとこのシャツどう思います。欲しい。じゃあこれ購入します。はい、あのね、お客様特にね、はい、あのヘアカラーがブラウンでしょ、はい、こういう日差しの強い時はね、はい、こういう系統の色が顔形がはっきり見えてね、すごく素敵なんです。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。これからね、暑い時期重宝しますし、この黄色いカラーかわいい。せっかくだからこのストールもプレゼントして、はい。嘘、はいはい、つけてくださるんですか。つけてあげます。やった、はい、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、すごい。ストールもプレゼントします。ありがとうございます。めちゃくちゃお買い得に購入することができました。はい、これでも会話しながら購入できるっていうのも楽しいですね。そうですよね。ぜひ年に、はい、年に2回のサービスでですか。 ありがとうございます。じゃあ5000円。わあ、嬉しい。スカーフもつけてくださった。楽しい。でも他にも素敵なお洋服たくさんありますし、これとかね、すごい着やすそう。はい、あ、はい、こちら何ですか。はい、スクラッチカードでございます。あ、スクラッチカード、いろいろ、ね、ギフトカード1万円とか、はい、5000円とか、いろいろお食事券とか。おー、これは1000円以上購入でいただけるんですね。まあ、1枚当店の場合は1枚買ったら無条件に1枚は差し上げます。あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。お預かりします。ありがとうございます。この夏着させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。めちゃくちゃお得、嬉しい。いや、これ楽しいですね。こうやって会話しながら購入することができると、より洋服にも愛着が湧きそうです。さあ、ではちょっと戻りましょうか。あ、日傘も売ってます。今日とか特に日差し強いですからね。日傘いいなあ。お野菜とかもありますよ。お野菜も安い。いろんな商品取り扱ってらっしゃるんですね。わあ。宝石もある。おー、これだって 90% オフって書いてありますよ。欲しい。お財布とかも売ってます。心に留めたんです。わあ、ブックカバー。
自分だけじゃなくて家族とかお友達にもいろいろ買ってってあげたいなって思いますね。さあではちょっとずつ本部の方に戻ってまいりました。さあではこれから会長にお話を伺います。こんにちは。こんにちは。今ちょうどお買い物してきました。はい、素敵なシャツを買わせていただきました。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、こちら岩本町東神田ファミリーバザールがどのようにして始まったのか、歴史や開催への思いを伺ってみたいと思います。岩本町東神田ファミリーバザール実行委員長、実行委員会の会長三橋さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こちらの岩本町東神田ファミリーバザールはどのようにして開催されるようになったんですか。神田川が流れてるんですけど、はい、それの水路で江戸城の外堀をこう回して、はい、船が通る水流がここででき始めて、はい、武士が住むようになったんですね、はい、でその人たちを目的に着物を売る。あ、なるほど。たくさんここに並びまして、はい、柳が見えてあるね、柳原通りですね、うん、あ、これが当時の江戸時代の、こういうお店がたくさんここに並んだんですね、はいはい、でも当時から多くのお客さんで賑わってらっしゃったんですね。こう着物を売ってる様子が描かれてますけど、大体皆さんここに買いに来るんで、はい、江戸中の方でも、江戸中音も聞いていますけど。あ、そうなんですね、はい、明治大正になり環境基準、政府がここでそういう、政府というか洋服を着なっていいという、うんうん、許しが出て、はい、に繊維の町ができた、うんうん、で、だんだんそれが昭和の時代になり、うん、皆さんたくさん商社がたくさん作るようになって、うんうん、でそれが余ったものをまず一番最初はその、うん、会社のファミリー、あー、家族に向けて、はい、お安く、いいものを安く売るという、あ、はい、そういうものをから始まり、うん、だんだん皆さんいろんな方がここに集まってそれを目当てにいらっしゃるようになったというのが最初なんです、ね、へえ、でも今もこうやって、ね、形を変えつつ受け継がれていって、はい、今回で85回目ですもんね。そうです、おかげさまで歴史があるバザールになりまして、はい、近県から結構遠いところからも見えるようになりました、はい、あ、そうなんですね、喜んでいただいてます。うん、今日は特にお天気もいいですし、です、ね、絶好のお買い物日和ですよ ね、 そうですね、はい、まだもうちょっと見ていきたいなと思っておりますので、はいはい、楽しませていただきます、はい、ありがとうございました。いや、大変歴史のあるバザールということで、江戸時代から、ね、ちょっと続いてるっていうのはすごいですよね。そしてこちら寄進社があります。5月27日土曜日と6月3日土曜日に寄進社が設置されて、耐震と免震の揺れが体験できるということです。今もちょうど揺れてる様子ちょっと映ってましたかね。こう突然の地震に備えるためにも寄進社でこう実際に体験してみるっていうのも大事かもしれません。ぜひ皆さんもお立ち寄りください。ではもう一度行きましょう。あ、このジュースも美味しそうですね。あ、いいな、人は毎朝生まれ変わるっていうこの文章も素敵。人参ジュース、へー、こちらは靴屋さん。あ、ハンドバッグも売ってる。あ、かわいい。え、あ、今買った。これめっちゃかわいいですね。夏らしくて涼やか、かわいいですね。え、これがいくらなんだろう。え、これ2000円ですって。2000円、びっくり。いいんですか、いいんですかね。いや、これは
でここに今治タオルがたくさん、今治タオルでね、触り心地も気持ちいいですし、3本で2200円ですって、破格です。いやー、ちょっとここ右に曲がってみましょうかね。こっちはどんなお店があるのかな。あ、このスカートもかわいい、かわいいですね、このスカート。あ、いい香り。杉のコースターも売ってますよ、おしゃれ。いやー、楽しいなー。いやー、 あと傘も売ってますよ。もうすぐ梅雨入りですもんね。え、3本で3000円？3本3000円？安っ。しかも今ちょっとそう、すごい賑わってて、なかなかなんか見えづらいですけど、可愛い傘がたくさん売ってますね。これ3本買って、なんかお友達に後でねあげても喜ばれそう。え、かわいい、かわいい。これいくらなの。え、これ、え、これ2000円、これおいくらなんだろう。これおいくらですか。2000円。え、これ2000円、見えない。2000円には見えない。かわいい。さあ、そして、あ、こちらパン屋さんですね。こんにちは。あ、大丈夫ですか。今回こちらは初出店。初出店になります。そうなんですね。え、普段はどちらでお店されてるんですか。普段は戸越銀座とか大森、はい、あと中目黒の方で営業させていただいております。そうなんですね。でも今日すごいにぎわいですけど、いかがですか、ファミリーバザール。初めて参加なんですけど、はい、ものすごい活気があって、あの、こういった場所で皆さんにこう見ていただけるのすごい光栄に思ってます。はい、おすすめのパンはどちらになります か。 おすすめですか。やっぱりプレーンな食パンはもちろんなんですけども、はい、あのうちで今大人気の、ベーコンチーズ生食パンで、お酒に合いそう。そうなんです。うん、朝ごはんにするとこれだけで朝ごはん終了な感じで、確かに、はい、あとシフォンケーキみたいにふんわりしてて、でも生食パンって、ちょっとあのすごい人気な、おやつの時間にいいですね。そうですね、生クリーム乗せたりとかしてもらっても美味しいです。最高、はい、コーヒーにも合いそう。そうですね、おやつを買って帰るのも朝ごはんとかでもいいですね。はいはい、朝ごはんにもいいですし、おやつでもいいですし、はい、あとはもう本当にあの皆さんどんな年代の方も好きなレーズン生食パン、あ、間違いない、はい、美味しい、間違いない一品もご用意しております。いや、素敵、ありがとうございます。うん、美味しそうだな。さあ、いろいろ回ってまいりました。ちょっと今これだけじゃ全部見切れなかったぐらいなんですけれども、本当楽しいですね。驚きの価格がいっぱいでした。さあ、今週のメッセージテーマは、最近したいい買い物はです。もう私は今日なんですけれども、お買い得だった品やずっと欲しくて手に入れたものなど、いい買い物したなと思ったものを教えてください。さあ、ということでメッセージ紹介してみましょう。しらすさん、ありがとうございます。飼い猫の首輪です。緑色の唐草模様の首輪を買おうと思って探していたら、赤色の唐草模様の首輪と緑色の唐草模様の首輪をセットで買った方が安くて、赤色も試してみようと思って買ったら、赤色の方が似合った、似合う首輪が買えてラッキーでした。2個セットで売っててよかったとのことです。2個セットだったからこそ赤を試せたわけですからね。いい買い物でしたね。しらすさん、いつもありがとうございます。さあ、こちら第85回岩本町東神田ファミリーバザールは6月3日4日の土曜日曜にも開催されます。皆さんもぜひいい買い物をしに来てみてくださいね。そして次回のメッセージ募集テーマは、踊ってみたいダンスはです。ヒップホップやジャズ、日本舞踊やサンバなど、さまざまなダンスの種類の中で皆さんが踊ってみたいジャンルを教えてください。詳しくはツイッターをご覧ください。ちなみに私は12年ぐらいジャズダンスを踊っておりました。さあ、今週のテレラジはここまでとなります。
来週もあなたの街とつながりたい。それではテレラジアラ文庁、またねー。